おととい投開票が行われた和歌山市長選挙で3回目の当選を果たした小花正弘市長が今日オンラインで職員への訓示を行い3期目の公務をスタートさせました。和歌山市は今日市役所で小花市長の3期目の初登庁のセレモニーを行う予定でしたが、小花市長の同居家族に新型コロナウイルスの陽性者が確認され、本人が濃厚接触者に該当することから、今月28日まで健康観察のため自宅待機となりました。このため市は急遽オンラインでの訓示式を行うことにしたもので、市役所14階の大会議室に部長級以上の職員およそ60人が集まりました。小花市長はさらに市民との対話を重視しながら市民の立場に立った行政を進めたいと述べ、職員に対しては前例踏襲でなく自ら現場を見て市民目線で行政を進めてほしいと奮起を促しました。小花市長の3期目の任期は令和8年8月24日までです。この度は本当に当選させていただいて本当に皆様方のご支援に感謝申し上げたいと思います。これからですね、岡山市は非常に大事な時期に入っています。まずコロナ禍を克服して、そして新たな岡山市の成長をしっかりとしたものにする、そして福祉の充実をしていく、そんな住んでよかったそんな岡山にしっかりしてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。